ヒラノシ語学の壁に立ち向かう海外進出へ、退所後の頼りは二人の、やめじゃに。先日、ヒラノシオ26、がキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所も退所したことが報じられた。彼の今後の活動には注目が集まっているが、テレビ局関係者によれば、平野はアメリカでの活動を見据えているという。平野は以前から海外進出を夢見ており、 自身の得意なダンスを武器にアメリカで活躍したいという強い思いを持っていたようだ。そして、彼の尊敬する人物である元ジャニーズの山下智久さん、38、がすでに海外での活動を成功させていることも、平野の海外進出への意欲を高める要因となっていた。山下さんはハリウッド映画や日米共作ドラマに出演し、英語も流暢に話すことができるため、海外の映像関係者との交流も広く、 営業も自らこなしているという。平野は山下さんの海外での活動を注視しており、彼を追いかけるようにしていたという。実は平野は、ジャニーズ事務所入所前から山下さんに憧れを抱いていたのだ。山下さんが主演を務めたドラマ、プロポーズ大作戦を見て、彼に憧れを抱き、髪型や楽曲を真似るなどしていたという。一時期は山下さんと同じマンションに住んでおり、山下さんから服を譲り受けたり、 一緒にバーベキューを楽しんだりするなど、交流を深めていたという。また、平野にはもう一人、心強い味方がいる。それは、2021年3月にキンプリを脱退し、ジャニーズを退所した岩橋元気、26、だ。岩橋さんは今年3月からウェル・スミスと同じアメリカの事務所に所属し、現在はアメリカと日本を行き来しながら活動している。彼も英語が堪能であり、 対処後も平野と連絡を取り合っているという。平野にとって海外進出の最大の壁は語学である。そのため、英語を話せる山下さんや岩橋さんが頼りになる存在となっているのだろう。平野はやめ、ジャニーの二人の背中を追い、新たなステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、多くの人々が期待している。彼の海外進出の道はまだ険しいものかもしれないが、ファンたちは彼の活躍を心待ちにしているのである。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。